皆様こんにちは。タヒチアンダンスインストラクターのゆきと申します。今日この動画ではタヒチアンダンスのステップタイプというステップを使って皆様の体幹を強化するトレーニングを行っていきたいと思います。使用するタイプというステップのやり方に関しては別の動画のタヒチチャンネルの方にまとまっておりますので、ぜひそちらをご参考になさってください。今日はそのタイプというステップの応用編、片足でタイプを行うことによって体幹をより強化していくというトレーニングになりますので、早速実践に移ってまいりましょう。では、やり方なんですけれども、タイプというのはお尻をしっかりと後ろに引き上げて腰を回すステップになります。お尻のステップになりますので、一度後ろ向きで説明をしていきます。回し方は2方向ありまして、左斜め後ろから回すタイプと右斜め後ろから回すタイプがございます。今両足を私はついてやっていますが、今日皆様と一緒に行う練習はこのように片足を真横に伸ばす、これがトロというステップになるんですが、このトロという足をしながらタイプを行う練習になります。こちらの片足だけしか使えないため体幹のトレーニングになってくるという、少し難易度は高いかもしれないんですが、頑張って一緒にやっていきましょう。はい、それでは最初はまずタイプというステップに慣れていきましょう。足は閉じた状態でタイプだけ練習していきます。膝を少し緩めてタヒチアンダンスの基本姿勢をとっていきます。方向が分かりづらいので、ここで私は後ろを向かせていただきます。方向、左後ろから回す方向で、後ろから前で、後ろ、お尻を引き上げるステップになりますので、皆さんはここで背筋をしっかりと使う意識を持っていてください。あと2回、後ろ前、これが基本的なタイプのステップ。それでは今日の応用に移っていきましょう。今真ん中に体重が乗っている状態になりますが、このまま右足だけを真横に伸ばしてみましょう。腰はタイプのステップ、方向も変わってないです。回転の方向も変えず回し続けていきます。右足は膝をしっかり伸ばして親指だけを床につけるようにします。すると上半身の、体の体重は左足が軸になるので、左足に乗っかる形になります。今から NG をやりますね。 NG は真ん中に、これだと上半身真ん中に来ていて足の体重も分散されるので体幹のトレーニングにはなりません。今日皆さんがチャレンジするのは完全に片足に体重を乗せてタイプを行う練習です。繰り返します。吸って吐いて吸って、はい、大丈夫ですか。左足しっかりと踏ん張って地面をしっかりと踏みましょう。はい、だいぶ辛いと思うので回数長くやる必要はないんですが、体重、上半身の体重をしっかり左足にかけて左足を踏ん張ることで体幹トレーニングになっていることだけ意識をしましょう。あと2回頑張りましょう。こっから後ろ前、ラスト後ろ前、はい、では一度楽にしていきます。ではバランスを取るために逆の足も練習していきましょう。一つだけ変わっていきます。タイプの方向が右回し、右後ろから回す方向に変わります。2回だけ後ろで回しますね。右後ろから前に、右後ろから前、これに変更になるだけ。そして出す足は左足になります。後ろ前、バランスを取るため左右両方練習するといいと思います。上半身は右足に乗せましょう。あと2回、吸って吐いて、ラスト1、2、3、4、はい、 OK です。はい、いかがでしたでしょうか。少
少し今日は難易度が高いんですが、片足を使ってタヒチアンダンスのステップタイプというステップを行いました。出した足のステップはトロと言います。この時のポイント、そして注意事項2つあります。実践の時にも言いましたが、まず上半身の体重は地面に足がついている軸足の方だけに乗せるようにしましょう。あくまでも横に出している足には体重はそれほどかけず、行うことがポイントになります。そしてポイント2つ目は出した足にあります。出した足はぐちゃぐちゃに出してしまうと、またそれも効果が半減してしまいますので、しっかりと膝を伸ばして、できれば親指の先だけを地面につく方が体重がかけづらくなるのでいいと思います。それがあまりにも辛い方は指を少し折って床につけるという形でも大丈夫ですが、とにかく膝はしっかりと伸ばして横にきれいに出していきましょう。はい、今日はタイプというステップを使って体幹トレーニングを行いましたが、他にもタヒチアンダンスのステップは体幹トレーニングに最適なものがたくさんございますので、また別の動画でご紹介していきたいと思います。またこういったステップを使用したトレーニングの、オンラインレッスンもただいま開催中となっております。ぜひご参加いただければとても嬉しいです。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。ゆきでした。